ミシン、エポルク帯でサーキュラーアタッチメントとコーディングを押さえてサークル状のコーディングをします。コーディングを押さえにコードを通します。今回は25番の刺繍糸を使いました。押さえの溝にしっかりコードが通っていることを確認しながら通していきましょう。コードを通し終わりました。裏側も溝に通っているか確認します。サーキュラーアタッチメントです。ロックレバーを押してサークル縫いの半径の位置に指示マークを合わせます。今回半径5センチなので5センチの目盛りにスライドさせて合わせます。ロックレバーを押してセンター台板を固定します。押さえを上に上げた状態にして角板を外します。アタッチメントを設置して留めネジでしっかり固定します。センターキャップを外します。土台の布の円柱芯を針で留めます。コーディング押さえに変更します。ミシンの設定をします。糸端は押さえの後ろに出し、コードは手前にまっすぐ出しておきます。縫い進めます。途中まで縫ったら縫い始めの糸とコードをカットしておきます。縫い進めます。返し縫いボタンを押します。糸切りボタンを押します。縫い終わりのコードと糸をカットします。サークル状にコーディングができました。